2020年9月3日天気は大雨、かなりの大雨の日浦休憩所からのスタートとなります。スタートは勝浦町まさきらむ近くの日浦休憩所、県道16号線を使いローソン勝浦町ぬえ店前の交差点まで同進します。そこから県道22号線、そして県道28号線を使い持ち橋ふもとまで移動します。そのまま県道28号線を通りすねトンネル出口を右折し阿南和敷岩佐線へ、盛橋を通過し阿南小松島線を通過、汗び地区まで移動、国道195号線に乗り桑野町を目指します。とにかく夜間の大雨の水らさが体験できる動画となっています。車の運転を未経験の人はいい経験になると思います。ちなみに動画より実際の運転はもっと見づらいので目を細めてみるとええかもやね。ルプ主、自販機でジュースを買おうと試みるも思った以上に大雨で断念。へたれや、とにかく地面が濡れるとライトの光が全て吸収されてしまい地面が真っ黒に見えるんや。見にくいと思ったらセンターラインと白い白線を見るのがおすすめです。でも農道とかには白線がないんや、結構怖いで。なんか中国とかって白線がない広い道結構あるよね。あれすごい不安になるんだけど。あんなどこ走ってるのかわからへんわ。で知ってると思うんやけど車のタイヤグリップはすごくないんでコーナーは気をつけて重心移動せんとそのまますっ飛んでいくで。あとは雨の日の街灯や対向車のライトとかはガラスで異常に光が広がるので眩しく感じますのでご注意を。眩しいと思ったらすかさず路面の白い線を見るのがおすすめやわ。だいぶ大雨になってきた。
ほとんど見えてへん。これで歩行者おったらシャレならへんな。等速にするとこんな感じですね。ワイパー速度は最大速度やわ。交差点右折するで、まっすぐ行くと小松島市街や。雨の夜道は厳しいですね。まだウプ主は走り慣れてるエリアやしな。よそやとそうはいかへんわ。橋の手前、右折するで。かなりの大雨になってきた。こういう時は右側の崖は崩れやすいんで、落石に気をつけて走ろうや。もう雨が滝のようですね。右折するで、まっすぐ行くとかもつくよ。
この大雨は記録的大雨レベルですね。横の川とかどんななってんやろな。ちなみにのどかな音楽再生してますけど、実際音楽とか聞こえませんよ。ならもうちょっと静かかも。ボロの刑やとこんなもんよ。次の左折で盛り橋よ。昔洪水で水没した地域です。今は治水工事も進んでるので大丈夫だとは思いますが、右折するで。ここよく見てください。大雨は怖いという例ですよ。落下時に走行してたと思うとゾッとするやん。雨でもしかおるんやな。
最近南アワサインラインでいないのはなんでだろう。最初はアメ関係するのかなって思ってたんだけどな。お姉ちゃんが臭いからやわ。次左折するで。雨ちょっとマシになってきたな。山間部だけでしたね。やっぱり山は雨降りやすいのかな。完全に雨やんだね。路面濡れてるけど降ってないな。さてゴールです。お疲れ様でした。雨の運転は疲れるということが分かった動画やわ。これ交通安全講習で使ってもええで。ギャラ弾んでくれますかね。いいね登録よろしゅうな。してくれると幸運が 1mm 増えるで。 1mm ってどれくらい。実は 200mm の雨って言われてもさっぱり知らへん。 250mm だと 250ml のジュースひっくり返したくらいかと思ってた。ほなね。